中村さんは頭上げれたけど、普通は頭上げれないと思うんですよ、うん、普通っていうか慣れてない人ね。でね、こう上げてね、どこが違うか分かる？膝を軽く、膝を軽くするのよ。これ困るな。こう膝が極端に言えば浮いとろ。だから俺のちょっといい。だから極端に言えばこういう形を作ろうと思う。この形は強い。うん、だけどこれはありえない。でもやってたでしょ。多分そうやれればこうね、まあ上手くなるとこういう当たり前のようにこういうフレームを作れるんだけど、慣れてない人はね、手で押しちゃうから。たぶん、フレーム作ったやつとか、両手で、これはダメなフレームだね。うん、いい？また負けちゃうね。うん、いい？さあ、カモン。なんか引いた分だけ痛えな。まあ、俺もちょっと崩されそうだ。これだと今のは、これ引かれた時にこういう気持ち的にこうなる。だから自分が引いた分、なんか自分が引いた分ここ押されて痛えじゃん。はい。それはそうだよ。だってこれ引いたら引いた分前に来るに決まってる。あと、関数と筋トレやってる人は知っとるけど、物を動かす、まあ、これ 100g を 100kg 動かせる人でも支えるだけなら120ぐらい適当にいってるけどね、止めれるからこれで止めてる方が強い、うん、脇も締めて、こういう気持ちになる、今何言いたかったか、それでいいのかな、だからもうそういうのはプレッシャーかけるだけ全部一緒だね。これとどっちが重いかって話だよな。こう、まあこれでもいいんだけど、やったな、ここまでいった。でも俺バーン押してエビして離れなくて、こう離れるんだろう。でこれはダメな、次の方がもちろんダメなプレッシャーのかけ方だし、これがいいプレッシャーだかも。なんか熱いてきたよね、はい、これもなんでかっつったらこう浮かしてるんだな、膝を。だからこのなんかプレッシャーをかけたいね、かけたい、なぜかわかんないけど多くの人が膝を重くするんですよ。さあ逃げていいと。でも俺の膝動いてないでしょ。なんか俺の希望通りだよ。でも本当に希望してたのはこうじゃないはずなんだよね。希望してるのは相手を重くしたいし、相手が動いたらついていきたい、だからまずこの方が重いよ、はい、こうだってそれは重いよ。で、膝が軽いから押して動いていいよ。つま先が床を蹴れるのでちゃんとついていけるよ、うん、そうすると、それってそれがプレッシャーだと俺は思うんだけど、いわゆるね、それでいいのかな。